うして助けてくれなかったんですか。それじゃあ姉さんたちのところに行こうぜ。みんな心配してたからな。止めないでくれ、ルリアを助けなければ。落ち着けってカタリナ。私は誓ったんだ、ルリアに外の世界を、雄大な空の世界を見せると。それその様子じゃもう平気そうだな。ったく心配させやがって。団長すまない、私の力が及ばないばかりに。ルリア、お待たせしました。皆さんを襲った教団の行き先が分かりました。何、どこだ。あの連中はルリアをどこへさらっていった。おい姉さん、落ち着けって。オイラたちのために情報を集めてくれてたんだぜ。ああすまない。大丈夫ですよ、カタリナ君の気持ちは僕も理解しているつもりです。それに皆さんはテンペールを救ってくれた恩人ですから、今度は僕に力にならせてください。アビア教団の情報を調べるくらいお安い御用ですよ。どうやらこの町の人は星旅の室アビアのことを教団と呼んでるみたいね。と、団長くん、体の具合はどうです。それよりも教団の行き先を。あと、そうでしたね、おそらくルリアちゃんはロンターニュ島に連れて行かれようとしています。ロンターニュ、ここからは僕も同行しましょう。案内は任せてください。おいおい、ちょっと待ってくれ、俺たちは気空師だ、一般人の身の保証は。ローランドの、ただ者ではないだろうと思っていたが、貴殿は一体。てへっ、アビア教団の活動は日ごとに苛烈になってきています。連中がテンペールの地で武力を使い、旅人のルリアちゃんを連れ去るなど、僕としても見過ごすわけにはいかないのです。それに分かってもらえたと思いますが、剣には多少の心得はあります。足手まといにはなりませんよ。この空域じゃクセモンってわけか。ま、追いかける相手が同じってんならお言葉に甘えるとしようや。それで皆さんが乗ってきたという、あの青くて大きな、グランサイファーな。そう、そのグランサイファーの修理ですが間もなく完了します。もちろん僕もお手伝いしましたよ、ちゃんと最新式の。ん？あと、何でもありません、こっちの話です。あとは団長君に新しい剣と防具を用意させてもらいました。ボロボロで使えなくなってましたからね。すげえな、至れり尽くせりじゃねえか。皆さんがいなければ今頃はこのフォルカもどうなっていたか分かりません。これでもまだ感謝し足りないくらいなんですよ。ありがとな、ベンリアの兄ちゃん。ローランです、協力に感謝する。ローランドも、よし早速行こう。わかりました、僕も準備して町の発着場へ向かいます。また後ほど。
リリス、僕は必ず。よし。よし、行こうぜ。カタリナさん、ルリアをさらわれて思い詰めてるみたい。私にもっと力があれば。いや、それは私とて同じことだ。団長一人のせいでは決してない。ルリアは君と出会い、大切なことをたくさん学んできた。皆と話したこと、日々感じたこと、そして君と笑ったこと、毎晩とても楽しそうに教えてくれるんだ。それを聞いていると、この旅に出て本当に良かったと思えた。だからこそ、こんな道半ばで私は空の果てを、無限の空を一緒に見ようと、そう、ルリアと約束した。だから共に行こう、団長。ルリアを必ず救い出す。オイゲンさんは辛そう。団長、許してくれ。気にしないでください。いや、今回ばかりは軽く済ませるわけにはいかねえんだ。あの赤い船を見たとき、嫌な予感はしてたんだ。長年修羅場をくぐってきた勘ってのが、本能的なヤバさを感じてた。なのに俺は何も。クソったらが、保護者ずらしといてこのざまた、世話ねえぜ。ルリアをこのままにはしておけねえ。必ず取り戻してやる。必ずだ。負けたまんまじゃいられねえよな。飛行士の意地ってもんを見せてやら。ロゼッタさん、何か考えがあるみたい。ねえ、団長さん、どこか具合が悪かったりはしない？大丈夫です。そう、それならよかったわ。とにかく団長さんの体に異変がないか確認しておきたかったの。さあ、急ぎましょう。私たちのお姫様を助けに行かないとね。きっと大丈夫。覚悟は決まったみたいだね、イオちゃん。団長、ねえ、覚えてる？ルリアとの約束。今度、お化粧のやり方をロゼッタから一緒に教わろうって。ルリア、泣いてないかな？きっと、すごく不安だよね。絶対に、助け出してあげなきゃ。ルリア、すみません、お話聞かせてもらいまして。及ばずながら、このシロちゃんもお力添えを。どうかこちらをお役立てください。ラカムさんから強い闘志を感じる。ルリアならきっと無事だ。だよな、団長。絶対助ける。おう、一緒に旅してきた大事な仲間だからな。なーに、赤い船の行き先はすでに掴んだんだ。グランサイファーならすぐに追いつける。
そして追いついたら一泡吹かせてやろうぜ、団長。今に見てろよ。そろそろ出航しましょうか。僕はいつでも行けますが。準備完了です。では行きましょう。すごい、甲板が元通りになってる。なんじゃこりゃ。気に入っていただけましたか。最新式のエーテル砲なんですよ。あんたの仕業か。こんな物騒なもんグランサイファーには。これはですね、とある商人に実用試験を頼まれていたものなんですが、フラグシップモデルの最新式でして、内部機構にエーテリアルメカニクスを採用し、この比較で射程命中精度、発射速度が…ローランさんってああいうのが趣味なわけね。ところで団長、ルリアとの命のリンクは無事だろうか。多分大丈夫ですだよな。ってことはつまり、そうね、逆に考えれば団長さんが無事ならルリアちゃんも無事ってことじゃないかしら。うん。ルリアをなんとかの巫女とか言ってたな。傷つけるようなことはしねえんだろうよ。マジか、そいつはすげえな。そうでしょうそうでしょう。そっちの話はまとまった？ああ、このエーテル砲ってやつがとにかくすげえんだと。やれやれ、ローラン殿にうまく乗せられているような気もするが、さあ目指すはロンターニュ島、標的は教団の機関アムルターと。ルリアちゃんを救い出しましょう。おい、ベンリアの兄ちゃんが資金のかよ。ローランですから名前。うん、ルリアを救世の巫女と呼び、私たちの元から連れ去っていったアビア教団。教団の目的は一体何なのか、この空域で何が起きようとしているのか。不可解なバハムートとフラカーンの暴走、これも何か関係があるのかもしれない。私たちはローランさんの情報をもとに、教団が向かったというロンターニュ島へと舵を取った。追いついたぜ。早さならグランサイファーが上だ。全ては救済のため。邪魔をするならばただ切るのみ。困った頼っていいからね。無限より上へ。次から次へと迎撃するぞ。手強いぞ、油断するな。遅い。そこ。一刀もさら。すごい。
く。やったな、おととい来やがれって言った。待て、この音は。嘘、何あれ。武装しているとは聞いていたが、地教団がここまでのもの。まずい、撃ってきました。おいおい、このまま撃たれっぱなしじゃやべえぞ。皆さん、エーテル砲を。それを使って応戦してください。どんどん行け。クッキー君、手応えありだぜ。めちゃくちゃうまいじゃねえか。これでどうだ。スタロー、体当たりしようってのか。ローラン、間に合いません。ここまで抗戦できと、教団は一体何者なんだ。さっきの衝撃でエーテル砲がダウンしました。ここは反転戦で迎撃を。全力で相手してやるぜ。私に続いてやるのか。いけいけ。見直した。侵入されたぞ。ドロイタバルサム展開、各艦迎撃せよ。皆さん、変化は特段の砲台を。待ってろ。さすが一気壊したぜ。対空砲が狙われている。至急対処せよ。切り開く。打ち破る。開けそうか。パワーブレイク。やばい。見えない。やった。メイクか。いや、カノンボヤキが爆発しやがった。これ以上侵入を許すな。取り囲め。いぶしめ。力づくで捕らえろ。私に続いて。どうよ。あ、邪魔よ。あの丸っこいの逆に利用できてね。ごめん。このままでは船体が引き裂かれかねない。アンカーを直接破壊できませんか。どうするしかなさそうね。急ぎましょう。やった。アンカーから離れて。何か仕込まれています。見える。本当に破壊されただと。先日アンカー脱落。3番艦に増援要請。ひるひるくさすがです。もう一つのアンカーもお願いします。なんてやつらだ。打格失敗。繰り返す。打格失敗。やりましたね。皆さんお見事です。グランサイファーはまだ飛べそうなのか。はい、素晴らしい船をお持ちで羨ましい。さあ、このまま一気に追い上げましょう。
合が悪くなるのでご注意を。懲りねえな。またかよ。これは待ち伏せされていた。もう許せねえ。おいで、エーテル砲はまだか。いけそうだ。ぶっ放してやろうじゃないか。ここを押せばいいのかな。お姉さん、こういうの初めてで。やっこかぶらん。やっ消えよ。にゃあ、ちょ、4時の艦を撃破。とっておきをくれてやるぜ。全力で相手してやるぜ。なんてこった。エーテル砲がやられちまった。そうなんだよ。さっきみたいに直接乗り込むしかないんじゃない。こっちの船もただじゃ済まねえが、蜂の巣にされるよかマシか。それしか手はなさそうだ。ローラ頼む。わかりました。皆さん衝撃に備えて。先ほどと同じように船尾の制御装置の破壊を。その後、速やかに離脱してください。よっしゃ、やるっきゃねえぜ。あまり時間の猶予もない。宇宙や戦艦の制御装置を叩くぞ。この調子で行くぜ。分かったわ。頭持ちが一番厄介だな。先に倒しちまうか。ない。源氏のごとくだ。任せて、団長ちゃん。そこ。カグラの構え。手置きをくれてやる。乗り込んできたぞ。動員を呼べ。六番艦の敵討ちだ。まだ奴らを拘束できないのか。そこ。カーブン邪魔。ありがとう、団長ちゃん。一刀を持って切り伏せ。両断する。これならちょうだ。墜落します。グランサイファーに戻ってください。脱出だ、急げ。皆さん早くグランサイファーへ。走れ走れ。ふい、危機一髪って感じだったな。十字の方向強襲してきます。冗談きついぜ。おい、みんな衝撃に備えてちょうだい。異分子ども、覚悟しろ。このままではお互い道連れで墜落してしまいます。なんとか引き離さないと。また私たちが乗り込んで戦艦を壊してくるのは。それしかなさそうです。お願いします。任せとけって。墜落なんてごめんだからな。邪魔。そこ。カグラのごとく舞い踊りなさい。
壊された。やっ、効かねえ。仕切り直しよ、カグラマン。やっ、やっ、ごめん。遅い。待って、無情中ってな。続いて、おい、行かない。おまけ、今の感じね。この調子で行こう。まだまだいけるぜ。邪魔。ここで決まります。散る。敵ではない。散る。消えよ。これでクライサイファーから離れてくれよ。この空に救いを。切り捨て、ごめん。白髪が増えら。惚れ惚れする戦いぶりですよ。さすがは歴戦の貴空師。足りめえだ。こんくれお茶の子さいさいだぜ。よし、このまま突っ込むぞ。みんな備えてくれ。何者だ。俺の中、俺はガランツァ、最強の白狼兵団を率いる最強の男。か、野郎、グランサイファーに何しやがる。細かいことをごちゃごちゃと。さあ、そんなことよ。試合をしようぜ。タッシュ。楽しませてくれよな。試合とあらば受けて立つ。俺の体をここまで困らせたのはお前らが初めてだ。お前たちの目的は何だ。なぜルリアをさらった。目的。俺は強えのとやり合うのが生きがい。今日は久々に楽しめそうだ。会話になってね。こういう輩は苦手だぜ。じゃあ消えよ。倒せ。消えるぜ。かわし、打ちかわす。ごめん。殺すぜ。かけるぞ。任せてね。任せな。一刀持つさ。無双無双傷つけ。わが手つき攻撃だよ。歌方に散れ。回避は難しいだよ。その場でガードした方が安全だ。消えよ。邪魔。捕らえた。散れ。遅い。舞い踊りなさい。空気が振動している。彼はイカケ以上に凶暴みたい。無節操。そろそろ本気出せ。頭上注意ってな。よし、邪魔。ドカーンだ。さあ、消えよ。
決めるぜ。どうだ、任せて団長ちゃん。邪魔せろよ。もらった。ここだ。マイバンシー一世誇張時絶月下団長ちゃん止めます。絶月下ブレードよっしゃ。オッケーやったね。えいえい、一瞬ひらめけケイオスタイド。いいじゃねえか。そこにやっほうまつ無限終わりに開く。ありがとうよ。こいつを使っても良さそうだな。やれが研究した。大きい山嵐とどめ。敵をやる。どうした、寝てんじゃねえぞ。食べて。さあここからよ。ぶつかんねえ。期待に応えなきゃね。手はかけた。みんな、うん、とんでもねえ武人だぞ。注意しろ。ここまで楽しめるとは今日はついてるぜ。まだまだ付き合ってくれるようだ。どうした、寝てんじゃねえぞ。もうお前ら二人しか残ってねえぞ。脱目しろ。
く助けぬと。いざ一位先進に前誇張人雪月艦中部ちゃん、あとは任せな。ごめん団長、ここは任せて。よっしゃ、オッケー。ひらめけケイオスタイド。いいじゃねえか。飛ばすぜ。楽しすぎてスタミナ入り間違えたぜ。今がチャンスだ。やっちまえ。一刀も使え。お前らが一気だな。とことん付き合ってくれるってのかよ。涼しい顔しやがって、さすがに高すぎだろ。切るのも力す。邪魔。お姉さん頑張るからね。お願い、助けて。神明を落とす価値がある。もう十分お楽しみいただけたのではなくて、新手か。久方ぶりの大勝負だ、見逃せ。あら、ずいぶんとお粒がお花畑ですこと。これだけの損害を招いておいて、リリス様にどう釈明されるおつもり。はい、分かった。帰還するとしよう。お前ら次に相まみえしとき、試合の続きを楽しもうぞ。そう、身のこなし、彼女もただものではないもん。ローランドの赤い船は。問題ありません、読み通りです。彼らは連邦ネジュリスを目指して。おっと、おいっと、船へのダメージがでかすぎる。まずいなこれ。くそ、直したばっかだってのによ。黒幕な、クランサイバー